実物を見るのは初めてだもんね。こいつで妖獣の拠点に乗り込むのね。これなら負ける気はしないわ。でも別にこれで戦うわけじゃないのよ。基地装備を収納するために兵装は外されているし。戦いはあくまで私たち実戦部隊の仕事ってわけね。責任重大ね。ランドキャリアの感想はどう？到着して早速だけれど、この作戦の概要を説明しておくわ。バイオソルジャーファクトリーの提示した資料をもとに対策会議が割り出した妖獣の拠点はここ、ソフィアポリス南西約1200キロの地点です。そんなに遠いの？バカね。すぐそこだったらこんな大げさな装備はいらないわよ。実際はもっと遠いわよ。私たちはまっすぐここへは向かわず、シムズシティ、レイサムシティの2つの衛星都市を経由し、補給と途上の妖獣群の排除を繰り返してこのポイントに接近します。全行程は片道3000キロほどになるわ。シムズシティっていうとバイオソルジャーには馴染みの深いところね。ええ、あそこはバイオソルジャーファクトリーの研究施設があるし、都市外戦闘の訓練やデータ採取で時々行ったわね。それとレイサムシティだけど、妖獣の被害が大きく都市の半分が破棄された状態になっているわ。そこを解放するのも今回の目的の一つよ。それで戦闘開始はいつですか？この作戦の全権は私に任されているわ。すぐにでも出動したいところだけれど、この作戦は失敗するわけにはいかないの。慎重にならざるを得ないのよ。体調ってば。でも確かに幼獣の成長の度合いが予想以上ということも考えられるしね。問題はそれなの。幼獣の成長の仕方は学習というより進化と言っていいような飛躍的なものだわ。予想外の敵に対処するためにも、実戦部隊の戦闘能力評価値がある程度余力がある状態で出動したいと思っているの。全員メディカルルームでランクチェックを。出動は結果を見て判断します。これではまだ出発はできないわ。私たちは予測のつかない戦いに行くことになるのよ。
あといくつこなせばいいの？今一つ調子が出ない。焦ってはダメ。外しました。攻撃を回避しました。攻撃を回避しました。攻撃命中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 。攻撃を回避しました。ソフィアポリスの外にいる妖獣はどれくらい強いのかわからない。攻撃命中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 。攻撃を回避しました。攻撃命中。攻撃命中。攻撃命中。外しました。攻撃命中。攻撃命中。訓練用のダメージメーターがゼロになったら戦線離脱ね。ゲームみたい。妖獣の攻撃を受けました。攻撃を回避しました。今の私たちにはまだ力が足りないってこと？
攻撃命中。外しました。攻撃命中。外しました。攻撃命中。攻撃命中。妖獣の投影装置を踏み越えちゃいけないルールなのよね。攻撃を回避しました。攻撃を回避しました。攻撃を回避しました。攻撃命中。外しました。攻撃命中。外しました。妖獣の攻撃を受けました。攻撃を回避しました。妖獣の攻撃を受けました。外しました。攻撃命中。命中。外しました。攻撃命中。攻撃命中。相手が立体映像じゃブレードに手応えがないから虚しいわね。攻撃を回避しました。攻撃を回避しました。攻撃命中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 。妖獣の攻撃を受けました。攻撃を回避しました。攻撃命中。攻撃命中。命中。
中。実力不足なんて情けない。妖獣の攻撃を受けました。攻撃を回避しました。妖獣の攻撃を受けました。コンピューター制御の投影映像じゃ気配がわからないわ。攻撃命中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 。外しました。攻撃命中。今度はこっちが攻め込むがわ。今まで以上に持久戦は禁物ってわけね。妖獣の攻撃を受けました。妖獣の攻撃を受けました。攻撃を回避しました。妖獣の攻撃を受けました。攻撃を回避しました。攻撃命中。命中。攻撃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 を回避しました。妖獣の攻撃を受けました。妖獣の攻撃を受けました。射線が塞がっていない場所で敵からの攻撃を受けにくい場所がベストなんだけど。攻撃命中。攻撃命中。攻撃命中。
攻撃命中。妖獣の攻撃を受けました。攻撃を回避しました。攻撃を回避しました。タイムリミットまであと30分です。集中攻撃は包囲するようにするといいわ。攻撃命中。攻撃命中。外しました。攻撃命中。攻撃命中。攻撃命中。みんなの調子はどうですか？妖獣の攻撃を受けました。攻撃を回避しました。攻撃命中。攻撃命中。外しました。外しました。攻撃命中。攻撃命中。妖獣の攻撃を受けました。攻撃を回避しました。攻撃を回避しました。射程が短いから援護射撃の後懐に飛び込むわ。命中。攻撃命中。攻撃命中。外しました。攻撃命中。攻撃を回避しました。私たちにかかる期待は大きいんだから応えてみせなくっちゃね。攻撃命中。攻撃命中。攻撃命中。外しました。
どれくらい評価が上がったかしら。気ばかりが焦るわ。もう終わり？なんだかあっけないわね。ご苦労様。とりあえず合格ラインといったところかしら。でもこれはあくまで模擬戦、油断してはダメよ。今回の訓練ではみんなよくやってくれたわ。中でも美香子、遥の活躍は特に目立っていました。